はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、アイワナトロールウィズサムボディということで、私は誰かを騙したいという意味になるんじゃないでしょうか。そういう意味からかは分かんないんですけど、サムネのヨッシーがめっちゃ悪どい顔してるね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.85%。 今日もなかなかクリア率が低いコースを選んでしまいました。そんな僕を褒めてください。あ、いる開幕いねえ。いや開幕ワンワンって珍しいよね。じゃあこのワンワン避けていきましょう。そして今日はピンクコインコースか。ピンクコインコースなんて最初からくれるって珍しいよね。これもう引っかかった感じですか。まさかだー。じゃあここはピンクコイン取ったら右にすぐ逃げろっていう感じだろうね。そして右のハテナを叩く。そしたらどうなる。なるほど、これで進めるっていうわけね。さあ今日はちょっと変わった感じのピンクコインコースだね。このまま右行ってみる。こっちが正解なんじゃないですか。じゃあここは右に行ったらダメだったね。ハテナ叩くのが正解みたいな、そんな感じなんじゃないかな。え、左のハテナ何？結局どっちもダメやか。じゃあここ下から行くのが正解なんじゃないの。足場あるよねきっと。頼む足場って。よしよしよし。そしてあのトゲメットを取って上に行けと。はっ。じゃあさ、右のトゲメット取ったらいけないってことは、四角の場所があるじゃん。四角の場所まで行っておいて、そしてすぐ戻る。そしたら砲台が。あのトゲメット被らないいけんのかな。被ってみる。ここにおったら被れるみたいな。そして上に行ってピッコインをゲットできるっていう感じだね。これで進めるっていうわけか。さあ進んでいきますか。こっから3つの扉か。左から順々に行ってみよっか。左の扉から入っていきたいと思います。おでー。この扉全部ダメなのかな。どうなんだろう。真ん中入ってってみる。ここもダメだったら行き道もう分かんないよ。あ、こっちは合ってたんだ。そしてここはどこに行こう。上に行くか下に行くか。上が怪しいな。上行ってみます。そしたらはっ、いやこれ、はっ、いやそれじゃあ下が正解っていうわけで、このまま進んでいくけど、オンオフしてみる。オンしたら絶対この砲台入れ替わるでしょ。ここからどうすればいいんだ。もう終わった感じなんじゃないんですかね。右行けないよね絶対に。じゃあここは砲台に乗ったままオンしたら砲台が右に行く。そして上、ナイス。ここでオンは絶対しない方がいいと思う。いやでもしてみる。して上を失敗。熱々熱々熱々、この芋虫。もうこのオンオフに惑わされない。何もしないで下の床に入っていきたいと思います。入れるよね。ブブー言われたよ。大丈夫。カール、いやカールはさ、お菓子のカールしかわかんないんだって。これはイズザナイスとかい。意味わかんね。じゃあこれ上が正解だったってことかな。ここ怪しいから、ここ行ったらトゲゾウがかぶれるみたいな。なるほど、これで上に行けるってことね。さあ行きますか。このまま右に渡ってドクロリフトの右の四角まで行く。そこに行ったら安全でしょう。なんもなんないのか。このままでも下に行けないよね。もう一回四角の場所行ってみる。ここはなんかあるんじゃないの。優勢優勢。もう分かりました。このガモンの出す鉄球によって USA 記録を出してくれるっていう感じでしょう。じゃあここで待っておけばよかったんだ。そしてこの雲を抜いて右に進めると、そういう感じだったんだね。さあ行きます。あ、中間ポイントあるよ。よしよしよし。さあこっから。これいいの、このまま右に進んでっていいの。地味のまま一旦行ってみるけどさ、こっからやられたりしないかな。あ、キノコがあるよ。このキノコ、はだじゃあ上のキノコはおとりだったんだよ。何もしないで進んでってみるね。そしたら、あ、危ねえ。当たったけど大丈夫。あ、でもここでもキノコ出てきたよ。こっから先に進めるっていう感じなんじゃないかな。熱々熱々で、土管に入ればいい感じでしょう。オッケーオッケー。さあ進んでいきますか。じゃあここはどうすればいいんだろう。何この感じ、これ足場じゃないかい。一旦右までジャンプしていけるか試してみるね。いけるのか。よしよしよし、いけました。じゃあこのツタに登ってって、こっからがなんか難しそうだな。一旦このブロック叩いてみます。そしたらチョロプーが出てきたね。でそしてどうなる。
そしてこの上に行けばいいっていう感じ。親チョロップ出てきやがった。ナイスすぎるでしょ、ハナ。たまにはそういう見方もしてよね。じゃあここで、ねえ。じゃあここで鉄球出して、この四角の場所。危ねえ。絶対なんか出てくると思った。じゃあここでジャンプして避けておけっていう感じで、さあ進んでいきますか。このファイヤー取っていいのかな。ダメだよね、やっぱり閉じ込められたよね。誰か助けて。やべえ、これ積んだ感じじゃないの。誰か助けてよ、俺が行って。やった、ナイスいいね。それじゃあ次はファイヤーを取らずにこのドアに入っていきたいと思います。次はどうすればいいんだろう。これ右でしょ。くっそ。絶対来ると思ったんだけどな。この砲台なんか出してくる。いや、これやり直し効くんじゃないの。頼む、やり直し効かして。うわ、どうなるんだろう。砲台は、あっ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 、優しい制作者さん、これやり直し効く。なんでよ。うわ、上隠しブロックあるってことは、こっちは絶対違うってパターンでしょう。うわ、死に耐久っぽいね。いや、死に耐久は全然 OK。 でもこれめっちゃ簡単じゃない。これ当たればいいだけでしょ、これ花ちゃんに。ぬるいっすね。それじゃあこっからなんだけど、レールが急に入れ替わったから、あの四角のマークがあるじゃん、そこ通り過ぎたらすぐ左を失敗。それで、よし。ギリギリ。さあここはどっちが正解だろう。右行ってみる。こっちにかけます。こっちが正解でって頼む。熱いんじゃない、これ正解なんじゃないの。そしてこのビンコインを取って、どこだろう。何やってんだ、早く行けよ。そもそもさ、今の行き方合ってたのかな。こっから右に行くでしょ。トロールコースしてたら結構あるよね。さっきは引っかからなかった罠に引っかかるみたいな。ここで右ダッシュしすぎたらいけないね。一旦止まって下に行く。多分ここまで合ってると思うんだけど、こっからなんだよな。こっから上、いや行けないよね。左行ってみる。ここでパウを発動させて、あれ、どう行けばよかったんだろう。こっからどうにかしてね、右上の扉に入らないけんと思うんやけど、ここら辺まで行ったら一旦右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 。ダメやんか。この土管入ってみる。こっちが正解みたいな、そんなことありえる。あ、こっちが正解だったんじゃん。頑張ってあのさ扉に行こうとしたけど、あれ無理だったんだね。さあラスト、これはラストなんじゃないんですか。熱っ熱っ熱っ、このまま無理した。こっから下に行って、これゴールへの道、頼む。開くでしょ。なんでよマジか。あ、いや、さっきと違うけど、え、こっち合ってんのかな。どうなんだろう。一旦土管入って進んでみるよ。これはチェックポイント位置戻すだけ。うわマジか、これ潰されるやつでしょ。うわ、どこに行けばよかったんだろう。じゃあ今チェックポイント位置、まあ、戻されてる。あ、戻されてる。ここがチェックポイントなのか。あ、でもツタがあるよ。このツタ上に行くのが正解なんじゃないの。こっからなんか変わってるみたいな。なるほど、ここまでがもう正解のルートなんだよ。正規ルートだよきっと。そしてヒントって書いてるな。これはもう違った感じですか。一旦入ってみるね。どうなる。いや、絶対合ってる。絶対こっちで合ってるよ。このまま右に進めばゴールがあるっていう感じでしょ。頼む、お願いします。ハローじゃない、だってえ、あんな土管あったっけ。リンクを取ってこいってことかな。じゃあこの強制スクロールのところでリンク探してみよっか。ハテナブロックが何個かあったじゃん。これは、これはキノコか。あと右に2つあったよね。これがリンクなのか。うわ、違う。え、ここどうやって行くんだろう。ちょっと他に行くところ探してみるね。そもそもさ、この扉じゃなかったんじゃないの。一旦左行ってみよっか。ここでも隠しブロックないね。こっちが正解なんじゃないの。どうなる。熱々熱、さっきとちょっと違うもんね。ほら、赤ブロックないよ。おろして。左のファイヤー取って青い土管に戻れっていう感じね。じゃあさっきの強制スクロールの場所は何だったんだろうね。ここで一旦ボムヘイが破壊してくれるのを待って。
でワイヤーを取って進めと、そういう感じだね。さあ進んでいきますか。右に行けばよかったのかな、それともどっち、いやどっちしよう。こっから右にダッシュしてっていいよね、多分これでいいと思う。チビのまま一旦行ってみます。どうなる、頼む、合ってて。あれ、もう一回戻ってきたね。ここでチェックポイントを取ってやられたらなんか変わんのかな。さあどうなる、中間ポイントから。うわ、何も変わってねえくね。ただ僕さ、さっき気になってることがあって、この左下があるじゃん、この左下に矢印があったんだよね。ここに土管があるみたいな、そんな感じなんじゃないかな。ちょっとそこまで戻ってみるね。この土管に入ったらさっきの場所に行くと思うんだけど、ほら左下に矢印が書いてるでしょ。あの左下ちょっと行ってみていいかな。あっちが正解、頼む、なんか合ってくれ。これこれこれ、やった、これは合ってるんじゃないですかね。来た、絶対来たよ。これはこの下の土管に入ったらゴールが待ってるんじゃないんですか。うわこれゴールと思ったのに違うのかな。どっかゴールがある、絶対そうでしょ。どっかこれゴールじゃないの、くっすって。頼むって。え、これはもうやられた感じ。あ、あったあった、どうなってる、これは、いやよかった、ゴールあった。マジでめっちゃ悩んだねこれ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオその26ということで、この方ですね、ツイッターで仲良くさせていただいてるんですけど、挑戦状が来たんですよ。前も言ったかもしんないんですけど、この方マジで素晴らしい一発マリオ作ってて、ぜひともですね覚えてほしいんですけど、いや、やっぱ覚えないで、僕だけのアハヘイホンさんにさせて。なんか捉え方によってはやばい捉え方してしまいそうなんですけど、まあまあ早速やっていきますか。クリア者はまだいませんね。クリア率は 0%。 わざわざ送っていただきありがとうございます。全身全霊をもってこのコースを攻略していきたいと思います。よろしくお願いします。いったマイクに頭打ってしまった。でこれね、ツイッターでわざわざ教えてくれてるんですよ。この四角の枠の中に隠しブロックがあるっていうことなんですけど、ちょっと待って、ドクルマが上がってくるなんて聞いてない。ドクルマいらんくらい、考えさせてよ、せめてどうやってするか考えさせてよ。いやこれも試練だね、ハーヘンホンさんの。このコースをクリアした暁には、僕はあなたの隣に入れるんでしょうか。頼む、バネ上がって。いやちょっと真面目にやろう。このコース難易度まだ未知数だからね、この隠しブロックを出しつつさらにバネちゃんをどうにかするっていう感じなんだけど、うわどうやってやるんだろうね。普通にこのバネを踏んじゃうと、このブロックの下に行ってね、積むことになるんだよね。これもう出した瞬間にもどっかに逃げるしかないんじゃないの。端っこらへんでジャンプすれば逃げるんじゃないかな。まず踏むことがむつけ。いや何度でもやっていくよ、僕はこのコースを攻略してあなたの隣にいると決めたんだ。はだでも見た、今の攻略法だよね。こっから左にジャンプ、なるほど、これを上手い具合に2回しろっていうことだね。まさかこんな方法でジャンプできるなって思っても見らんかったね。ただこれを2回連続、はい1回来た。むずっけ、2回連続は難しいんじゃないですか。なあハーフヘイちゃん閉じこまっちゃって。これもっと簡単な方法ないのかな。毒沼が上がってくるのが早すぎて僕たちの未来を邪魔してる、この毒沼が、この毒ドキいやいけるぞピオキング、自信を持て。今までいくつもの一発マリオを成功させてきたじゃないか、頼む、これで。いやー通り過ぎちゃった。いや通り過ぎるのはマジでもったいない。2回目はちゃんとパックンの真上に着地しよっか。うん、ここ、いやどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。